今朝の閣議で天皇皇后両陛下が今月12日に再び能登半島地震の被災地を訪問されることが正式に決まりました。宮内庁などによりますと、両陛下は当日飛行機で能登空港に到着した後、穴水町と能登町の被災地を訪問される予定です。両陛下は先月、鈴市と和島市を訪れ、被災した人たちを見舞われていて。 奥野戸の被災地を訪問されるのは2回目となりますまた今回の訪問も前回と同様日帰りの日程となっています